皆さんこんにちは、内藤です。ということで本日はタイトルにもあったように皆さんにお知らせがございます。なんとですね、内藤ブログに実の弟が入ることになりました。前にですね、その裏方募集ってね、インスタかなんかでも募集したんですよ。で、やっぱね、一人でね、内藤ブログを今まで運営してきてて、で、かつ、オルタナチャンネル、令和荘ってね、三つのチャンネル掛け持ちしてたんですね。で、そうなると、やっぱ内藤ブログ、なかなか一人ではね、手回らない状況だったんですよ。で、それで、裏方さん募集しますって言ってたんですけど、ちょうどそのタイミングで、弟が、まあ、転職を考えてると、そういったね、相談をもらったんですよね。で、そして、まあ、聞いてみたら、YouTube もすごい興味があって、やりたいっていう気持ちもある。だったらこのね、ちょうどいいタイミングで、まあね、裏方としてね、ブログを支えてくれる仲間にならないかってことで、入ってもらうことになりました。まあなのでね、まあ実の弟、本当の弟です。今までね、いろんな偽物の弟がいたんですけどいろんな弟が来てくれたんですけど、今回は血のつながった本当の家族の弟です。まあなので、まあ内藤ブログって言ってるぐらいだから、まあ弟の方がね、まあ連携取りやすくね、いろんな動画サポートしてもらったりだとか、動画の幅を広げたりだとか、そういった面ではね、すごく心強いかなと思うので、今日はね、その弟初公開したいと思います。まあ昔に旅動画、静岡の旅の時にちょっと映ってたんですけど、その時に実はね、相談を受けてたんですよ。で、それでまあ話し合って決めたっていう感じですね。なので、まあちょっとね、弟にもね、来てもらっていろいろ話を聞きたいと思います。それでは、内藤の弟のともきです。どうぞ。こんにちは。はい、ということで、はい、実の弟のともきです。はい、ともきです。弟で、まず自己紹介からじゃあお願いします。名前はともきで、この度、ちょっと転職するというところでずっとお兄ちゃんに相談乗っててもらってで、まあいろいろ話してたんですけど、やっぱりお兄ちゃんがこういう職業についてることもあって、はい、やっぱりカメラとか動画作りとかにも働きながら興味を持ってる自分もいて、お兄ちゃんもブログの方を人が欲しいって言って、うん、人が欲しいっていうか、お手伝いさん募集するって言ってたこともあったので、うん、そこでお兄ちゃんにちょっと手伝わせてくれって言った背景があって、はいはい、このような形になりました。はい、はい、本当にタイミングがバッチリだったんだよね。うん、そうだ、その転職しようかなって悩んでる時と、俺がブログちょっと誰か手伝ってほしいな、手が回らないなっていう時で、すごくタイミングが良くて、で、それで、3月末で退職して、4月から、ブログの方で手伝ってもらうっていう形になります。で、まず3人兄弟、姉がいて、俺が真ん中で、で、ともきが末っ子っていう形ですね。はい、で、かつ、まあやっぱり兄弟なんで、結構コミュニケーション取りやすいなと。うんうん、なので、一旦は、実家の方に戻りつつ、はい、ブログの撮影がある時とかは撮影補助に入ってもらって、うん、で、あとは編集とかはもうほぼ投げると思う。はい、わかりました。そう。はい、やっぱ何が一番時間足りないっていうと、やっぱ編集が俺今まで手が回らなくて上げられないのよ。うん、撮影はできても編集間に合わなくて、どんどん上げられないっていう状態が続いたんで、はい、なんでそこを手伝ってもらえたらめっちゃ助かるなっていう。うん、はい、仕事いっぱいください。そうだね。で、あとはまあやっぱ旅系の動画とかでも撮影しやすいなと思って、うん、やっぱりその全く知らない人が入ってくれて、じゃあ旅動画一緒に撮りに行こうってなると、ね、結構やっぱりハードルも高いじゃん。うん、だからまあそこがね、家族間だとまあいろいろ行動しやすいなってなって。そうだね。まあ気は使ったりしなくて、まあそうだね、そうそうそう、もうずっと分かってる中だから、うん、で多分ね、その前の動画でも言ったかな、趣味思考は結構似てる。似てるね。めっちゃ似てる。興味ある対象はかなり近い気がしてて、うん、だから動画で取り扱うのって本当に俺自身が興味あること、ブログは特に俺が好きなものとかを忖度なく紹介するっていうのがコンセプトだから、だからそこの面でも楽しんで参加できるんじゃないかなと思うね。まあ、だから考えてることとしては、ブログのテイストとしては変わんないです。本当に内藤自身、アラサー独身の内藤が発信したいものをこれからもね、忖度なく発信していく、でそれをサポートしてもらうっていう形なんで、はい、本当にブログ自体のテイストとかはもう変わりない。まあよりクオリティをアップさせていくっていう形になるのね。なんかガラッと変わるってことないのでご安心ください。だから旅先行った時に突然なんか俺がカメラ撮ってないで誰かに撮ってもらうっていう映像が出た時には、あ、弟だって思ってください。そう、知らない人が突然出てきたんじゃなくて、まあ弟が撮ってんだなって思ってください。なんかこっぱずかしいね。まあそうだね。だから兄弟だからその気ぃつかなくていいってのはあるんだけど、兄弟ならではのこっぱずかしさもある。そう、なんかちょっと恥ずいみたいな。それは
はやっぱあるよね。あるある、それはね確実にある。だから、ね、多分見てる方は今ねすっごいなんかドキドキして思ってると思う。なんかすごい硬くね大丈夫みたいな思ってるんだけど、まあそれはねやっていく中だよ。それ結構リアルだよね。そうそうそう。だって普通兄弟でこのカメラの前に立って喋るとこないから、うん、ないよね。だから初めての感覚でそれはあると思うんだけど、うん、まあそれは慣れですね。はい、うん、で、まあ、あと一つ、まあ、やっぱり YouTube の世界に入ってくるにあたって、まあやっぱ初めに言っときたいこともあるなと思って、まあやっぱり一つは調子に乗らないこと。そうだね。そうそう、それはすごく重要で、うん、やっぱガラッと世界変わって、で、まあ、注目されることも増えたりすると、うん、でも自分の力って勘違いしちゃう人が多い、うん、でもそんなことなくて、何か成し遂げたり何か成功したりしても自分の力は2割だと思うようにしてください、うん、そうだね。初めて手伝うって決まった日にも、そうそうそう、そう、それ強く、そうそうそう言ってもらったから、そうね、忘れずに。そうだね。やっぱ今なんでこれがあるのかっていうと、やっぱオルタナがあって、でそのヒストリーがあって、うん、でブログができて、で その全部歴史がある中でのその結果だから、うん、だから何かあっても自分の力は2割で、で他の人のおかげ8割は、その関わってくれてる人とか見てくれてる人のおかげっていうのはもう絶対忘れちゃいけないこと、うん、それは本当にもういくつになってもこの先ずっと、はい、大切なことそう、だから成功は謙虚に、ただ逆に失敗も全部自分で抱え込む必要ないなと思って、うん、失敗は自分のせいは4割って考えるのがいいなと思って、うん、何かミスっちゃったなって時も、あ、自分の責任は4割、そこはしっかり反省するけど、でもやっぱ6割は人のせいにしてもいいっていうか環境のせいにしてもいいなと思ってて、うん、やっぱこの世界って全部自分で抱え込むとそれはそれでパンクしちゃうのよ。だから程よく、まあこういう時もあるよねっていう、ある程度の楽観性も持ってないと。なるほどね。そうそう、だから成功したら謙虚に、で失敗したら能天気に、改善できるところは改善してくる、そこのバランス感はめっちゃ重要。なるほどね。そうそう、それは本当に忘れちゃいけないところですね。わかりました。まあ見えないところでも俺が口を酸っぱくして言ってくんで、うん、はい、そこはご安心ください。調子に乗らないように。そうそう、本当にね、普通の仕事じゃないから、うんうん、いいも悪いもどっちも振れ幅大きいから、だからどれだけフラットに保てるか、自分は変わらずに、その気持ちは絶対忘れちゃいけないですね。そこかな、俺が一番大切にしてほしいとこはそこで、それ以外は何でも挑戦できるし、うん、失敗しても何度でも挑戦できる環境だから YouTube って、うん、そこはね、自分のやりたかったこと、会社員時代にはできなかったことを全力で打ち込んでほしいなってのは思うね。いやー、でもね、お父さんが喜んじゃったよ。めちゃくちゃ喜んでた。あの、この、ここ俺の家なんだけど、ここの家来る前に実家に報告しに行ったんだよね。行ったね。そう、そしたらもうね、お父さんがすっごい喜んじゃって、なんか死んだけど。そうそう、なんかずっとなんか楽しそうに笑顔で、ずっとニコニコしてたよね、ひろゆきさんがね。なんか帰りもね、車乗った後になんか2リットルのペットボトル、これ持ってけっつって、意味わかんなかったね、お茶の2リットルのこれ持ってきなさいっつって。独特の、そうそう、独特な愛情表現だったよね。そうそう、でも嬉しいんだろうね、やっぱり。そうね、家族はみんなもうウェルカムだったね、誰も反対することなく。そうそう、誰も反対しなかったね。まあこれが内藤家の良さですよ。もう何やってももう応援してくれるっていう、誰も反対することはなく、そうそう、深刻じゃなくもう楽しくできるっていうのはね。うん、そこはね、いい、いい家族だね。いい家族だね。いい親だよね。そうそう、本当に反対されたことだね。いや、そう、両親の感謝ですね。うん、まあ心配は間違いなくしてると思うから。まあまあまあ、だけどね、うん、本当に口にはそんなに出さずに、ね。そうだね。あとはなんか、そうだね、まあせっかくだから人となりが分かるようななんか自己紹介もしとこっか。そう、小中はバスケ部。あ、そうだね。小中高バスケ、小中高9年間ずっとバスケ。そうだね。で9年間やったけど、うん、まあお兄ちゃんも中学までバスケ、ね、そう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 、でお兄ちゃんの影響で小学校のミニバスから始めて、うん、ね、でまあ中高やったんだけど、うん、シュートがめちゃくちゃ下手くそで、そうそう、それが9年越しに気づいて大学はバスケやらなかった。
あーそうだね、大学はやらずに。そうそうそう、 で大学が、理系だよね。そう、理系、日大の何学部だっけ。理工学部。理工学部か。うん、理工学部行って、そこでロボットの、うん、あ、そうです、ね、そうそう、専攻のところ行って、うん、で、まあ、バスケやめて、まあ、ロボット、うんうんうん、その勉強をして、うん、で、まあ、普通に静岡のメーカーに勤めたっていう経歴だね、うんうん、そうだねその就職して1社目でずっと何年ぐらい。5年働いてた。そうやん、5年も1社でずっと働いてて、うん、でそこでいろいろやってたけど、まあ、新たなことに挑戦したいって思い始めて、うん、転職を考えたって感じだよね、うん、好きなものとか趣味は。趣味はなんかゲームとか好きだよ。ああそうだね、ゲームは好きだね、うん、結構学生時代はゲームばっかりやってたね、はい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 、何のゲームが好きだっけ。あれパソコンとかで、うん、あの FPS ゲームとか、はいはい、今 Apex とかは流行ってるけど結構やるの早かったんじゃない。早かった、結構離れてたかちゃん年が、はい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 、お兄ちゃんもお姉ちゃんも、うん、だから家で一人で遊ぶってなったら、うんうん、ゲームしかなかったねとか静岡で釣りもたまに行ってたけど、はい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 、でもなんか全然釣れなくて、はいはいはい、趣味って言えるレベルじゃない。なるほどね。そう、あ、マラソンだ。あーそうだ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 、マラソン、フルマラソン走ったんだよね。フルマラソンも、うん、ウルトラマラソンも。ウルトラマラソンって何キロ。100キロ。あ、それはすごい得意だわ。根性あるね。100キロは走った。それ根性あるわ。高知に行って、すごい、それはストイックだね。そう、四万十川の100キロマラソンの大会があるんだけど、うん、会社の先輩と一緒に行って、何時間ぐらいで走るの100キロって。14時間ぐらいかな。あー、なるほどね。まあそんなところでね、まあ徐々にね、まだ初めの方なんでね、硬いと思うけど徐々に慣れてきたね、自然な感じになって、うん、温かい目で見守っていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、ね、本当に、まあ皆さん安心してください。今までと見た感じはそんな変わんないと思います。俺が出て、で裏でそのカメラやってもらったりって形で、でたまに兄弟の企画があったらっていう感じなんで、はい、基本的には変わらないので、ぜひねチャンネル登録そのまま、もしくは押してない方はねチャンネル登録してもらって期待してもらえればなと思います。で早速ね、この動画もうともきに編集してもらいたいと思います、はい、早速ねこれを渡して1本目ね、うん、上げましょう。記念すべきね。そうだね。ということで本日はご報告でした。これからもよろしくね。それではまたね。お願いします。バイバイ。